ミハイル・スコピンシュイスキー修道士にさせられる、バシーリー4世、ミハイル・バーシリエビチ・スコピンシュイスキー1610年5月3日は、ロシアツァーリ国の劉陸長断絶後の大動乱期に活躍した政治家、将軍である。1586年、バシーリー・スコピンシュイスキーの息子として生まれた。バシーリー・シュイスキーの甥にあたり、1606年に彼がバシーリー4世としてツァーリに即位すると有能なミハイルが叔父を支えた。ミハイルは有能な将軍であり、2世、ピョートルやイヴァン・ボロトニコフによる反乱が起こった際に、その鎮圧などで多大な軍功を挙げた。このため、老齢で無力なバシーリー4世に代わって、後継者として国民に望まれたが、1610年5月に24歳で急死した。ミハイルの死因は、あまりに人気と実力のありすぎたミハイルを恐れた、バシーリー4世による毒殺とも言われる。バシーリーが暗殺したという証拠はないが、ミハイルが死の直前まで戦場にいたことから、暗殺の可能性が極めて高く、その憶測は当時から根強かったという。ミハイルの死でシュイスキー家の没落は決定的になり、わずか3ヶ月後にバシーリー4世は、偽ドミトリー2世やポーランドの圧力のために退位を余儀なくされ、修道士にさせられた。ありがとうございます。